ラストなんですけどね、ラストがまた、なんと、ホルサバが復活しまして、これはね、僕とルーナでやりたいって言ってて、ずっと言ってて、もう特にルーナがいっぱい働きかけてくれて、復活したんですけど、カナダさん一個思ってることがあって、ラストはね、めちゃめちゃ好きだから、やりたいんだけど、この前は、ラストばっかりの時がちょっとあって、まあ、自分の中でな、ばっかりがどこまでかがわかんないんだけど、例えば時間がなくてもラストならできるっていう時に、配信ないよりはラストあった方がいいかなみたいな感じでやってたんですけど、あの時にだいぶ配信のラストはね結構やっちゃったんで、ちょっと普通の配信もしようと思ってるんで、カナダソはラストの配信自体はあんまりしないかも。裏ラストもそんな多分しなくて、しないようにしようかなと思ってます。カナダソは裏ラストをするためには、裏ラストをする前にいろんなやることを終えたりとかねしようかなみたいな、そういう気持ちで、なのでちょっとバランスを見ながらやろうかなーって思ってさ、カナルーナは見れない、いやルーナと一緒になんかはやりたいなとは思ってる、なのでちょっとバランス見てやろうかなーって感じ。だからたまにルーナのラストとかに顔を出す可能性はある、息抜き的な感じでやりたいかもって思った。なんか前はやっぱラストやり始めるのがもうほんと初めてだったし、めっちゃ楽しくてずっとやってたんだけど、あんまり配信でやらぬとなると息抜き的な、なんかねルーナの切り抜き、ラストの切り抜きを見たんだけど、命のなんだっけ選択じゃなくて、なんか命が命の輝きを得るだかなんだか、木を切ってるだけで命の癒しみたいなこと言ってて、僕もそんな感じの息抜き、今まで息抜きはねお金数えゲームだったんですけど、お金数えゲームをちょっとラストにするぐらいにしようかなーって思って、心のお薬なのらね、それそれそれ、心のお薬としてラストをするぐらいにしようかなーって。なんかどうしてもなんかやりたい新しい場所とかがあったら、地図とかが見てないからさわかんないんだけど、新しい場所とかがあったら、まあ、それだけはなんか配信でやってみたり、最初の1回は配信でやってもいいかなー、前みたいにねラストばっかりにはならないようにしようと思ってます。クリスマスイベントがあるらしいんだよね、そうラスト、だからなんかそれとかはちょっとやりたいなって思うけど、自分の今の思いはそんな感じです。とあと、もしラストをやるとしたら、僕ちょっと思ってるのが、僕が裏ラストだったり表ラストでもいいんですけど、僕がいっぱいこう素材とか物を集めて、こよりがやってたみたいな企画とかを、こう全くラストログインしてなくても、物があればできるじゃんあれって、それができるみたいな企画を立てたり助けたりみたいなことをできたらなみたいな、ホロメ集めてなんかできたら面白そうだなーみたいなのは思った。ポルちゃんも企画前やってくれたけど、あんな感じでなんかちょっとラスト内でできる企画考えてみたりとかしてさ、ミンゴ先輩がいろいろ施設前作ってくれてたりとかしてたけど、ああいった感じでなんかそういうものを作って、なんかイベント的なものを一瞬のログインだけで楽しめるみたいなのもありかなーとか思った。マイクラ的な感じでちょっとラストを使うっていうのもありなのかなーとかも思いました。気軽に参加できたらいいよね。そういうのでのなんか物資集めとかは苦じゃないからやりたいなーとか思いました。せっかくやるならなんかね、みんな誘ったりとか、でももちろん普段はルーナとスローライフな感じで、かといってカナタソやりすぎずみたいな風にね、ちょっとねやっていこうと思います。